こんばんは。ゲーム動画でいこうです。美少女サッカーゲーム、ヴィーナスイレブンビートをやっていきます。さあ、ハロウィンですね。まあ、そんなことないよ。よかった。なんだろう。スカウト？ちょっと、なんか音響の収録がおかしいですね。はい、さて今回ですね、イベントリーグということでスパイシーホットハロウィンっていうのがありますね。これを今回やっていきたいと思います。ドリームチケット、今495か。スカウト、復刻スカウトっていうのをやってるみたいですね。なるほど。ひとまず育成をちょっとやってみるか。再開なんていうのもあるんですね。リアリティ順で並べていきたいと思います。エミリーを鍛えましょう。今度はおサポートが入った。スコット1対1。
さあ、ハロウィンのイベントリーグを行っていきましょう。あ、やっぱりルーミンでしたね。あれ、まあ、中の人が同じひもてハウスを。どこから？気のせいかな？マカロン、マカロン、マカローンと。ん？みんなおかしくなってます、様子が。溜まった。ヒューヒュー。中本かな。さてと、初級1行きましょう。行動力10消費です。ポイント、もちろん、まだ勝てるんで、ポイント重視ですね。さあ、試合開始。さあ、渡った。そうそうかな。遅いよな。さあ、アメリカンシュートチャンスだ。さあ、ショートカットした。試合はまだ10分ぐらいある。さあ、ルーミンストライク。2発目。さあ、ほとんど時間はないです。ルーミンショートカット。好調ですね、ここまでは。いい感じです。さあ、ルーミンがカットに行く。
中間のスピードは欲しいんですけどね。これでも早すぎ。いや、早い。さっきのは、ゲームスピード1のは、あまりにも遅い。この中間が本当は欲しいんですけどね。ゲームスピードは。さあ、アメリカシュート。はい、3点目。こっちも、ジム。あれ聞いたことのある歌だが。絶対許さないんだから。容疑者、じゃーだん。誰？おっと。ポイントアップチャンス。まあ、かける2か。さあ、続きをいきましょう。初球2です。この3人しかいないのか。とりあえず速度はこのままでいきます。使いにくいです、今のとこ。まだパスを繰り返してますね。そうそう、点欲しいよね。なんかすごい天文さわりスタミナを使ってんだが。アメリカンシュート。先制点。
さあもうスタミナがもうみんなボロボロですね。さあもうカットしたよ。再度使いに行きましょう。相手に全然ボールを持たせようとしません。ストレート、おっとシュートだ、決まった。ルーミン取った。胸を張る。勝ちました。すごい口。お前が食ってみろ。すぐって遊んでた。なんだって絵がいいよね。あ、よし。悲しい。かける5です。さあ、3位初級さんに行ってみましょう。アーチェハイ初級さん。キーパー欲しいですね。できればキーパー。でもみんな前行く選手ばっかりなんだよな。これでどうだ？セミオート。キックオフです。
さあボールが当たった。でもここではシュートしない。さあアメリカシュート来るか。正面から抜けた。今度こそアメリカシュート。高まるね。さあ前半戦終了。スタミナを消費している選手は、おっとほとんど消費しているルーミにチェンジです。取りました。大奥院、これはうまい。さらに抜いていく。ルーミーに渡った。2点目。さあ後ろから取りに行こうとするが、試合終了です。おや、かわいい。激辛シュークリームかな。おや、クリームはサクサク、クリームは濃厚、生地はサクサク、クリームは濃厚、すごく美味しいよ。おや、中二病かな。ルミラップ。ギルティ。おっと、推定無罪の法則はないのか。怪しいな。
さあ確率にレベルを上げていきます。さあ行動力がもうほとんど残ってないですね。あ、これを使うことで行動力を回復させる、まあやるしかないでしょう。さあもうゴール前にいる。これなんでシュート打たない。あーと奪われた。し奪い返した。おっとなんだこれ。V？なんか向こうへ離れていった。わーっと捉えた。カットした。もう時間がないぞ。ルミンストライク、ギリギリです。さあ、前半戦終了。ギリギリで点を取りましたね。打てたと思うんですけどね。さあ、後半戦開始です。スターカットしに行った。戦術がまだ2つしか選べないんですよね。さあ、アメリカンシュート打つ人間に当たったが、ここなぜかシュート打たない。もったいない。さあアメリカンシュート打てよって言いたくなるが、来た、アメリカンシュート、2点目。さて結構バテてる選手多いですね。ほとんどゲーム、試合終了です。
その人はじゃーん。おや？誰？かわいい。なんか怪しいもので、でも入ってんじゃないの？辛いものじゃなくって、惑わすものでも。3位ポイントアップチャンス。かける2か。さあシュート打ちたいが、そこに待っていたアメリカンシュート。カット、反撃、また攻撃を直し、おっとなんかゼロ人いましたね今。誰だろう。おお。
長いパス。さらに引き上げて、だからフォワードはゴール前行かせた方がいいよ。さあもうほとんどスタミナない。そこへルーミーストライク2点目です。試合終了、また勝利。いや、逃げた。あ、ハッピーですね。カメさんのバルーン。おや？ポイントアップチャンス。お、長球前挑戦できるようになりました。しかしまずは中球から。
セミオートで、勝利を目指すセミオートへ行きます。さあ抜けました。ルミ、ルミストライク、早くも打った、超えた、1点先取点。カットした。おっと、おっと、それを打ち破った。相手のあれですね、ほとんどもうスタミナがないよ。サイドリード、さあカットに成功。とにかく奪いに行くしかないですからね、これは決まらない。残り時間はあとどれぐらい？あと10分ぐらいか。さあって幽霊まで、ロッカーがあるんでしょう。これでレベルが上がり、オーナーレベル上がりました。さて上級チャレンジできるんですが、少し眠くなってまいりましたので、ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。